1940年12月23日付のワシントンポストに当時が寄稿した記事国際通信社はアメリカ合衆国に拠点を置いていた通信社。1909年にウィリアム・ランドルフ・ハーストによって設立された。1958年にアップ通信社と合併され UPI 通信社となった。ハーストの競合相手である EW スクリップスが アップ通信社を設立した2年後に設立される。ハーストはインターナショナルニュースフォトスという写真配信サービスを展開。ハーストのニュース映画シリーズ、ハーストメトロ等ニュースが国際ニュース映画として1919 19年1月から1929年7月まで配信されていた。常に AP 通信、アップ通信に次ぐ3番手と位置づけられていたが、 1958年5月24日にアップ通信社と合併し UPI 通信となった。著名なアップ通信記者にはウィリアム・エル・シャイラー、エドウィン・ニューマン、ボブ・クラーク、フリーマン・フルブライト、アービング・アール・レビンらがいる。マリオン・カー・ペンターは女性初の米国写真記者であるが、彼女もまた INS に勤務した。ハーストが所有していた別の通信社である。 ユニバーサルサービスは1937年に INS と合併した。ありがとうございます。